はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。司会を務めます東京女子プロレスのリングアナウンサー南波さゆりです。よろしくお願いします。ただいまより7月9日サマーサンプリンセス22大田区総合体育館大会の記者会見およびタイトルマッチ調印式を行います。まずはプリンセスタッグ選手権チャンピオン坂崎由加水木組対挑戦者赤井咲希荒井雪組の調印式です。両チームよろしくお願いします。それではこちらの調印書にサインを入れていただきます。このようにサインが入りましたので正式なタイトルマッチとして認定されます。それではコメントに移らさせていただきます。挑戦者チームよりコメントをお願いします。はい、DDT プロレスの赤井咲です。先日後楽園大会東京女子の後楽園大会にてゆきちゃんとタッグで試合した後にリング上でタッグのベルトに挑戦してみたいと告げられまして、まあ、見え方としては、ね、自分も背中を押したという、私もツイッターで、まあ、私がケツ持ってあげるかなとは言ったんですけど、自分自身それで奮い立たせているところもあります。で坂崎選手、水木選手に対してはやっぱり頑張ればベルトを取れるっていう相手でもないっていうことも分かってます。でも自分自身このベルトに初めて挑戦するので、はい、大田区は、ね、新井選手と私のこの覚悟をちゃんと形にして、はい、ベルトを腰に巻きたいと思っております。はい、新井由紀です。今回は私がベルトに挑戦したいと赤井さんに言ったら一緒に頑張ってくださるということで、初めてタッグベルトに挑戦させていただくんですけど、やっぱり今は私はすごい後輩で素敵な先輩方に囲まれてプロレスラーをすることができてるんですけど、やっぱりこういう環境っていつまでも続くものじゃないなっていうのは SK48 の活動をしていてもうすごく感じていて、なのでこうやって先輩ゆかさん、みずきさんがベルトを持ってるこのタイミングで赤井さんという素敵な先輩とタッグを組めることは本当に恵まれていることだなと思っているので、このチャンスをしっかり自分のものにして最強の先輩方に勝ってもう一段階上のレベルに行きたいなと思っています。ベルトを取ることが最終目標ではなくて、もっとやりたいことがたくさんあるので、その過程の一つとして赤井さんと一緒にベルトを取れたらなと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。続きましてチャンピオンチームよりコメントをお願いいたします。はい、水木です。先日協力共鳴からこのベルトを守って、協力共鳴と戦って、なんだろう、東京女子の色もすごく出たし、なんだろう、守ったことによってすごい自信がついたというか、なんか今までたくさん強いタッグチームと戦ってきて、それを乗り越えてってしていく中で、
ノジラビもこのベルトもすごくすごく成長できてるなって感じてて、で今回頑張り屋さんの新井ちゃんとすごい私は個人的に戦ってる所作とかがすごく好きな赤井さんと戦えるのはすごく嬉しいんですけど、求めてたのはこんなスラッとした方じゃないので、うんとは思うんですけど、うん、2人から守ったら次はもうちょっとぺちゃんってしたぺちゃんした人なんかなと戦いたいなと思うので、まだまだこの先の夢はたくさんあるし、マジラビーとしてもっと大きくなるためにこのベルトを持って、世界中宇宙中行きたいんで落とせないなって思います。はい、このタッグのベルトっていうとバラエティに富んだ試合が、特徴的ではあるとは思うんですけど、望んでたのは三頭身だけど実際来たのはちょっと十頭身ぐらいある人間が来ちゃったんですけど、それもそれで、はい、東京女子のこのタッグのベルトのバラエティに富んだ試合っていうのは実現できるのかなと思うので、まず今回はこの2人、はい、注目度も高い選手、赤井選手、新井選手、この2人を倒して三頭身の目指すはミッキーマウス続いてますか、配信続いてますか、はい、これを狙っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。続いて質疑応答となります。ご質問のある方は挙手をお願いします。各チーム代表の方でいいんですけれども、それぞれ相手チームに対して警戒する部分だったりとか、ここは気をつけておきたいなという部分はそれぞれありますでしょうか。そうですね、このマジラビに対してはやっぱりプライベートからも仲いいみたいですし、何回も防衛したり、自分自身もこのベルトを巻いてるイメージがすごい強いので、そういう絆だったりそういうところ、私、言ってもゆきちゃんと次で3回目なので、なんかお互いのことをもっとこれからよく知っていかないなっていう思ってはいるんですけども、やっぱりもう出来上がってるので、もうかなり強敵だとは思ってます。でもそういう強敵にこそ挑戦してこそプロレスラーだと思うので、ね、頑張りましょう。見た目からも分かる通り手足の長さっていうのが私たちとは特に違う点ではあるので、その手足をどうやって攻略していくのかが私たちの見せ所でもありますし、その試合の展開的にも鍵になってくるのかなと思いますので、手足の長さを注意します。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方は挙手をお願いします。チャレンジャーチームにお尋ねします。まだ今回が3回目のタッグ結成ということで、タッグ同士のキャリアは短いんですけれども、その分いろいろ今後2人で考えていく部分は頭の中であります、例えば作戦ですとかいろいろ考えていくようなプランもあります。タッグとしてこれから考えていく、まだ3回目、次が3回目ということで、未知数の部分が本当に多いと思いますし、まだあまり2人でプライベートでお話ししたりとかそういうことは全くないので知らないところが多いんですけど、だからこそ可能性は無限大だと思うので、
大田区では今まで見せたことのないような2人への連携だったりとか、助け合いとかを見せたいなって思います。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方は挙手をお願いします。最多防衛狙ってます。なんかやっぱり守ってきた数とかも大事だと思うんですけど、守ってきた相手、対戦相手の気持ちとかもやっぱり勝手に背負わせてもらって戦いたいなと思うし、応援してくださってる方の気持ちも、なんだろう、マジラビ東京女子見てはもちろんなんですけど、マジラビのタッグ見てたらなんか幸せやな、楽しかったって思ってもらいたいので、やっぱりそういう防衛戦をたくさんこれからも積み上げていきたいので、最多防衛数更新はもちろん、何回くらいやろうな、なんか本当にいつでもシュープロさんでもいいし、対戦相手になるので、シュープロさんで対戦相手になるの、防衛回数を増やしていこうかなって思います。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方は挙手をお願いします。よろしいですかね。はい、ということで両チームありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きましてプリンセス・オブ・プリンセス選手権試合、チャンピオン中島翔子対挑戦者辰巳梨花の調印式です。両選手よろしくお願いします。お願いします。それではこちらの調印書にサインを入れていただきたいと思います。このようにサインが入りましたので、正式なタイトルマッチとして認定されます。それではコメントに移らさせていただきます。まずは挑戦者よりコメントをお願いします。はい。はい、挑戦者の辰巳梨花です。私は翔子が今年の両国国技館大会でチャンピオンになったとき、ものすごく嬉しくて、この先どんなチャンピオンロードを進んでいくのかなってずっと見ていたいなと思っちゃったんですけど、なんですけど私もこのベルトがどうしても欲しいので、チャンピオン返り咲きや狂い咲き宣言は曲げません。それにせっかくの夢舞台で戦えるということなので、なんか今まで見たことないような中島翔子の顔を見たいなって思うし、気持ちにも刺したいなって思うし、私も自分が見たことない自分に出会うような試合がしたいなって思ってます。 1.47 メートルの大怪獣 VS ホワイトドラゴン、見逃さないでください。ありがとうございます。続きまして中島選手コメントお願いします。はい、チャンピオンの中島翔子です。
私は、今年両国国技館での、タイトルマッチと、埼玉スーパーアリーナでの、タイトルマッチ、後楽園もあったんですけど、大きな会場でのタイトルマッチを経験して、自分自身もそうなんですけど、東京女子プロレス自体がさらに勢いに乗っているなっていうのを感じています。海外に挑戦する選手と、頻度も増えましたし、その勢いのやっぱり先頭にいたいなという気持ちがすごく強いです。サイバーファイトフェスで坂崎優香からベルトを守るっていうのは私の一つの目標だったんですけど、その目標達成の気持ちよりも私はさらに強くなりたいという気持ちの方が強かったです。私は日進月歩のチャンピオンを目指したいと思っています。積み重ねた回数がやっぱり力になると思っているので、常に新しい自分をレベルアップしていく自分を、ファンの皆さんには見ていただきたいし、戦っていく選手にも常に新しい自分と戦ってほしいと思っています。この勢いの一番先頭に立ちたいっていう気持ちはきっとリカも一緒だと思っています。東京女子を大きくしていきたい同じ気持ちで、ぶつかってくれると信じているので、楽しみです。とても楽しみにしています。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは質疑応答に移らさせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いします。2人の戦ですけども、改めてになるんですけれども、お互いの、そのリング上の選手としての、印象というかがあれば。はい、じゃあ私から。はい、中島翔子の印象ですかね。そうですね、リング上を見ていても、なんていうんだろう、とてもお手本となるようなプロレスをするなというか、本当に綺麗なプロレスをするんですよね。選手から見てもそうだし、お客さんが見ても、すごいいい選手だなってなると思うんです。だからなんかそこを崩したいというかぐちゃぐちゃになるところを見たいなって思うので、崩したいなって、その綺麗なプロレスをする中島翔子を崩してやるという気持ちです。私、仮面ライダーは仮面ライダー響きが好きなんですね。壁にぶち当たった時に解決していくのは己の力と修行のみだっていうあのスタイルが好きなので、多分そういう風に見えてるんだと思います。自分自身もそうでありたいから。辰巳梨花はそうですね、私以前はなんかすごく堅実というか、戦いの中にもなんかコツコツとなんか相手を追い詰めて勝ちを取りに行くスタイルが理科のスタイルだと思ってたんですけど、最近はちょっと何を考えているのかよく分かりません。ただそこが強みだと思っています。思いつかないことをしてくるところ、私は結構教科書通りが好きだったりするので、理科はなんかそれをぶち破ってくるというか、そこが一番脅威であり、ちょっと理解しがたいところでもあるかなと思っています。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方は挙手をお願いします。おそらくシングルのベルトをかけてシングルマッチというのは初めてだと思うんですけども、その意味では両者ともですが、その意味ではいかがでしょうか。改めてベルトをかけて初めてシングルを行うという意味ではいかがでしょうか。はい、そっか、そういえばそうだったんですね。はい、
い、そっか、ベルトをかけて翔子と、ね、もちろん戦いたかったので、うん、今ここまでキャリアというかプロレス人生を続けてきて8年目、9年目で打ち当たれるっていうのは、うん、何かきっと意味があることだと思うので、うん、ここでまた超えてベルトを手にするのが、うん、今だと思うので見ていてほしいです。はい、そうですね、もちろんどんな試合でもベルトがかかっていてもいなくても、リカとの試合は今まで自分は楽しめてたと思うんです。それは、辰巳リカが強いからです。今回もその楽しみっていう気持ちがありますし、同い年なんです。辰巳リカ同い年で同じぐらいの時期に、プロレスと出会って東京女子に入ってきて、自分のなんか人生の中でなんか青春みたいなのを多分同じ時間をプロレスに対してこう向いてきたみたいなところはあると思うんですよね。なんかこのタイミングで自分がチャンピオンなのはなんかあのこれを守っていく上でその自分の防衛ロードの先にリカとも絶対戦いたいとも思っていたのでいずれ来るだろうなと思っていた試合です。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方は挙手をお願いします。よろしいですかね。はい、リオ選手ありがとうございました。以上で記者会見およびタイトルマッチ調印式を終了させていただきます。ありがとうございました。